デデドはアメリカ合衆国グアム島内で最大の都市である。2004年に行われたアメリカ合衆国の国勢調査によると人口は約4万6千人と推計されている。立地は島内北部の産後礁に囲まれた大地である。デデドという名前の起源は明確にされていない。認知に対するチャモロの語、デデドであるという説、あるいは足のかかとを意味する語の デデゴであるという説、そして、つま先が血を意味するデゴであるという説がある。グアム最北端のリティディアン岬方面でデ,デドは、島の人口の中心とも言える町で、島の北中部に位置している。面積は、グアム島全体の209平方マイルのうちの約30平方マイルほどを占めている。山地海岸、第二次世界大戦以前、デデドの村は、 マチェチェ給料のもとに位置していた。デデドが主要な町として発展したのは、大戦後にアメリカ海軍が戦争難民となっていたグアム島民や他島からグアムの開発のためにやってきた労働者向けに住宅を建設したことがきっかけであった。マイクロネシャモール商業観光業海岸部にビーチや恋人岬などの観光地がある。ビンセンテ・ s a ベナベンテ中学校マリアエウリョア。 小学校ハイウェイ、ありがとうございます。